はい、ほい、うまいね。ほい、いいね。はい、いける？みんなバテできへんか、大丈夫？こんな草集めるの楽しいの分かるけど。はい、僕はですね、難しいのを簡単に取るという。なるほどなるほど。ほうほうほう。まあダイビングとか、うん、スライディングキャッチとかは、うん、もう最終手段だと思っていて、うん、とにかくもうプロなんだが簡単に取れって野村監督に言われて、うん、こうようポリシーにやってましたね。それは何ですか、最初の位置取りどうですか。まあ位置取りもそうですし、うん、まあさっき深夜が言ったようにもう当たった瞬間にもスタート切れる反応っていうかね、どこでも動けるような体勢で守っていて当たった瞬間にも反応するっていうのを常に。あれやっぱりセンターで結構遠いじゃない、僕らがキャッチしても遠いなと思うけど、はい、あの時もやっぱりこうその瞬間ってやっぱりこうにタイミング合わせて、はい、合わせてます、はい、合わせて右だ左だなんとなくなんとなくけど、まあ、投げ出しちゃったらなんとなくね、バットがちょっと遅れ気味に入ったとか、なんでも分かるかなと思うんだけど、僕らの場合はもう当たった瞬間の角度とかスピードとかで前後ろっていうのを判断しなきゃいけないので、でも本当反応ですね、右左どこでも行ける体勢を作っておいて、あの勘と経験で前か後ろかって判断するという、はい、あとだから、まあ、哲也もねもちろんすごいスローイングがいいんでね、まあ、やっぱりこう常に刺してやろうという意識は見せ所。そうですね、その当時は回さないことを考えていました。ランナーこっちは止めるっていうのが止めるっていうのが一番の作業にして、うん、刺すのはまあ、運次第というか、まあね、回してくれたら刺すようにはしてましたけども、うん、とにかく回さないようにとにかく早くボールまで行って、うん、コーチが止めるっていう作業を、うん、集中してやってましたね、うん、まあ、もちろんセンターを守ってたし足も速いしね、肩も強いし、あとはあれだよね、なんかあの派手なプレーがあんまり好きじゃないって言いながら練習とかでよく金網登る練習とかやってたよね、あのバッティング練習でね、広島とかでもやってましたね。もう一度いいか取りたいというまあ結局東京ドーム登ったんですけど、うん、結局ダメでしたけどね。ボールは全然上やったけどな、全然ホームランやけど、もうピッチャーがこうあそこまでやってくれるんだっていうのをこう分からせたいというか、やってくれてんだからっていうのを見せたかったですね。じゃあよろしくお願いします。ちょっと飯田さんちょっと待って、はい、飯田さんベストナイン結構取ってますよね。ベストナインは2回です。2回ゴールデングラブ7回、7回、はい、センターで7回取ってんの、はい、7回すごいな。ありがとうございます。すごいな。はい、じゃあそのゴールデングラブ賞7回の飯田さんに外野の守備について、はい、ですね、うん、外野っていうのはよく顔の前で取れって言うじゃないですか、うん、で顔の前っていうのはボールとグローブが重なっちゃって見えなくなってしまうのでちょっとずらすんですよ、はあ、だから、右利きだったら顔の左半分で、うん、取れるように。なるほど。で正面に取ってしまうとボールとグローブで、うん、遮ってしまうのでボールを、だからちょっと左にずらす、左利きだったらちょっと右手にずらすっていう、でも体の外には絶対行かないように。で一番ミスが起こりやすいのは走ってって目がバウンドしてしまうので、うんうんうん、土手に当ててしまったり、うん、先っちょに当たってしまうので取るときはゆっくり、うん、取るときはボールまでは早く行ってゆっくり取る。なるほどなるほどなるほど、はい、早く行っ
てゆっくり取れば目線がぶれないので、うん、フライは取りやすいんです。よくミスする人は走ってって目がこうずれてる時に取ろうとするんで、自分の感覚とずれてしまって土手に当たってしまってエラーしてしまう。一番簡単な止まって取るのが一番簡単なんですけど、走りながら取らなきゃいけない時はゆっくりになんなきゃいけないんです。最後には取る時にはゆっくり。なんかよくこう目線がこう走る時ってボールがこうブレちゃうから、はい、それをこうずれないように走りなさいっていうのは、それは無理。僕はもうとにかくずれてるからとにかく早く行けと、とにかく取る時にゆっくりになればいいだけなんで。なるほどなるほど。それまで目線をずらさないようにじゃもう難しいんで。難しい。取る間に、取る間際にゆっくりになればいいだけ、うん、それを勘違いしないでほしいのが一つですね、うん、なるほど。でどうしてもボール早く取りたいんで伸びてしまう、うん、膝も体も全部伸びてしまうとそこからは動かないんで手が。だからゆっくり下で取れるようにする。どこでもあ動いちゃったって、フックしたスライスしたって動けるように足は曲げとくようにで取れれば一番で、よく両手で取れっていうのは、うん、あんまり僕は気にしてなかったです、うん、とにかく顔の近くで絶対伸びない。だからよく僕が練習するのさせるのはもう下で取れって言います。最初の頃は上で取らずに下で取りなさいと。なんでこれは伸びないように。あ、体の近くで取りなさいっていう意味で、はい、ここで取る、うん、ここで取るっていうイメージをつけさせてから一番簡単な楽なところで取らすようにはしてました。基本的にはボールってやっぱり前に見るんだよね。前ですね。こう後ろになっちゃったらもう後ろに行ったらもう動けないので、もう無理だもんね。だから前に置いて前に行ければ一番投げやすいし取りやすい、うん、一番やっていけないのはボールをこの辺に見てあーってこういう、まあ、いわゆるバンザイってやつね。バンザイってやつ、うん、それよりは前のが動きやすいのでボールを前に置いておくと。常に前に、はい、前に前にボールを見た感じで前に置いて、うん、慌てても前で取れる、うん、後ろだともうどうしようもないんで、うん、とにかくよくでも前に置け前に置けって言うんですけど難しいじゃないですか、うん、動いてるんで。だから打った時にこう自分の中で放物線を描いて、うん、この辺だなっていうところに行かなきゃいけないんです。まずでもボールと一緒になって追いかけていくとやりがちなんで、自分でイメージしてこう来るなっていうのをある程度予想して置かなきゃいけない。だからそれが一番難しいんです外野手は。練習でさ、はい、どんな練習したら落下点に早く行けるとかなんかないの？なんかこうだから例えば、うん、自分のポジションにいてバッティング練習を見ててカーンって打って あの辺だなあの辺だな前だなっていうのをまずイメージして動く。あ、なるほど。こうやって、はい、例えばセンターならセンターで真ん中でこう見てるわけね。あの辺とか前とか左とかいう練習をまずして、うん、それを打った瞬間に判断できるようにってことね、はい、打った瞬間に判断してあちょっと後ろだったなとかあちょっと前だったなっていう感覚をまず身に取り入れてから、うん、じゃあ動いてみましょうかっていう感じでやれば大体大感覚っていうのは合ってくるので、全部が全部動くんではなく、だバッティング戦バッティング練習の時にも常に全部取るというよりはそういうこうとにかく自分でまず当たる瞬間、そう当たる瞬間と球のスピードと角度で、ね、うん、あこの辺この辺っていうの分かればだいたいそこに行けばそこに落ちてくるので、うん、そういう感覚をまず養った方がいいかもしれないです。見る癖をちゃんと、見る癖をつける、ね、感覚をちゃんと掴んでから、はい、なんかよくな正面のボールって取りにくいとか言うじゃないですか。正面っていうのは打球のスピード、うん、どうしてもこうなってしまうともう前行けないので一回沈むと分かりやすいです。あ真正面のライナー特にセンターなんていうのはまっすぐ飛んでくるので、あ前かなって言ってあ後ろだったって言うともうダメなので、一瞬パッと見ると前後ろっていうのは分かりやすいです。
で一瞬で甘えって言ってしまうと、もうミスが大きくなるので、やばいと思ったら沈めば前か後ろか分かってくる。それはやった方がいいかもしれないですね。はい、あとなんか個別な細かい練習とかってないんですか？なんか細かい練習はまあゴロとかですかね。うん、フライに関して言うと、はい、どうなんですか？哲也は深めに守るの、それとも前めに守って後ろ取る、どなんかよく言うよね。僕はですね、うん、その先発に聞きます。先発ピッチャーに。ピッチャーに。なるほど。先発で 打ち取ったのを取ってほしいのか、うん、カーンっていうのを取ってほしいのか。うん、で和久なんかは、うん、もう打ち取ったのを取ってくるって、うん、だからちょっと前目。前目にいいんだ。へえ。まあコーチはコーチの指示があれば触りますけど、うんうん、そのピッチャーがカーンって言ったら取ってくれって言ったら下がるし、そのピッチャーによって定位置は変えてました。そんなことあんの初めて聞いたわ知らんわそんなの、はい、本当にそれは聞きました。へえ。いろいろ考えてるんだな、ピッチャーに聞くんだ、ね、打ち取った打球を取ってほしいのか、そういうの聞くんですね。やっぱりすごいですね、みんないろいろ考えてるんだな。うちの、ね、兄貴なんかは、ね、外野守備コール後で基本的には前に守らせる、うん、もうデータ上前の打球が圧倒的多いわけだから、確率考えたら前ないよ。だから前まみに守らせて後ろの打球っていうのがやっぱり不安なのよね、後ろって基本的に。それをとにかく鍛える、うん、前はいつでも行けるっていう。まあ上手い人って深く守らないですよね。守らない、上手い人は、上手い人は前守りますよ、後ろに自信があるから。それは内野でも、いや内野は上手い人はどんどん下がります、後ろ下がります、上手い人は後ろ下がります。で、まあコーチの指示がまあ第一なんですけど、うん、だからまあ自信のある時は前にいます大体。後ろなんかさ、例えばさ、これ見てる、例えば中学生でも高校生でもいいんだけど、はい、うまくなるためにこんな練習したらいいよとかさ、こういうことを心がけて、うん、哲也も、まあ、言ったらプロ入ってからじゃん、はい、いわゆるコンバートして外野やれって言われて、はい、だからこそ逆になんかこんな練習したのがうまくなったとか。そうですね、きっかけは僕はだからそのさっき言ったようにずっと打球をずっと取ってました。あ、バッティング練習の人が練習バッティング練習してる時にもうとにかく守備を守ってました、うん、それでさっき言ったようにこの打球はここの辺この辺この辺っていうのを頭にインプットして動いてみて、あ違うなっていう感覚をつかみながら、だん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 それが一致してきたという感じですね。とかノックも大事ですけど、打球の感覚を得るにはやっぱ打球をいっぱい取った方がいいと思います、うん、だからとにかくもう自分のポジションに入ってバッティング練習をひたすら見ろと。ひたすら見た方がいいです。ひたすらずっとだからあの全部取りに行くわけじゃなくて、逆のベンチの相手のバッティング練習でも、まあ、ベンチで見てて、あレフトオーバーだなセンターオーバーだなとかいうのも見てました。うん、まあ、だからいわゆるこの初速っていう か、バッターの角度と、はい、音とかね、音とか、はい、スピード感 で大体わかると。もう大体そうですね、大体わかるようになってきましたね。うん、だからそれを得るためには一番いいと。それが一番いいと思います。うん、なんかよくこうキャンプとかでさ、はい、こんな練習とかしてるやんか。まあ、あの一番難しいのは後ろの打球なので、うんうん、前守ってて後ろの打球っていうのはやっぱりやった方がいいと思うんですよ。うんうん、後ろ守ってて前の打球ってあんまり練習しなくていいと思うんで、うんうん、前に守ってて後ろの打球を練習した方がいい、うん、それはやっぱりやった方がいい、はい、うんうん、でも後ろに下がるときにどうしてもボールを見てしまうので、うん、ボールと一緒に追いかけてたらいくら経っても追いつかないので、うん、やっぱり先回りしていければ一番いいんで、ボールと、はい、目切ってもいいです。でもあのこの辺だっていうのを思ってから目切ってください。目切って見て全然違ったらもう全く意味ないので、まず目切るんだったらあそこだなと思って切って見ればいいんで、目切ってもどの辺だって思って走んないと絶対ずれちゃうんで、ある程度目標を持ってあそこら辺だと思って目を切る。自信がないんであればもう見て走るしかないんで、それは心がけてやってましたけどね。練習ではまあまあ目切る練習をした方がいいってことね。した方がいいです。逆にね、はい、あの試合では、まあ、最初は全然違うとこ行っても
それがだんだんやらないよりやって感覚をつかんだ方がいいので、とにかく練習では目切って、あこっちだったなとか、うん、多少ずれてもいいので、そういう目切る練習もやった方がいいと思います。はい、飯田さん角強かったです。チャージが早いのと一歩少ないですよね。一歩がここの普通だいたいこうやって取ってこういくやつを、それを一発でパンパンパンって一歩少ないです、他の人より。あ、そうですか。そうじゃないですか。飯田さんはここ取ったらこっち側でもすぐだ。これできるの多分吉野部とか飯田さん。そうね、てっちゃんはもうだいたい左足の前でこう取って、もうこれ、そうそう、これ一発です。もう一発ばっかりですから。でもあれって僕らもう最初は言ってたんだけど、不安もあるんですよ。そうですよね、確実に取るためにって言ったら、どんな形でもこれで取ったら、これ取ってで1、2、3、これは一番確率は上がるんですよ。不安的な要素は取れるんですけど、てっちゃん左足と一緒に基本はやっぱこうですよね、外野って。そうですよ、こっちですけど、要するに体の裏ですよ。どっちができてもいいんやけど、両方できたらいいんやけど、基本的にこっちの方が後ろ反らす確率は低いですよね。やっぱりそうですよね。こっち側の方がちょっと跳ねたらもうあれ、まあ、一発勝負の時はやっぱりこうやって取れた方がいい、ね、まあまあそうですよね。一応外野でも最後取ろうとする時にイレギュラーとかも一応あるわけじゃないですか、まあ、人工芝だとそんなないんですけど、だからその時にてっちゃんとかの場合は一発で投げれるタイプじゃないですか。左足と一緒に取って、これでも取ったらにもう次にもこっちにして投げれるっていう、一番最短なんですよ。一歩少ないですね。一番最短なんですよ。その中で取る不安があると、右足を前にして取るのが一番、これが一番確実は上がるんですよ。この形がこの範囲内で取るから。でここで取って、これで1で、これ1で取って2で前行って3で作って4で投げる。これは常にその形でやると、あの安定感っていう部分では一番あるんですよ。だけどてっちゃんの場合はもう一発勝負でできる取り方を常にできる。そのバウンドに入る形でまず入れるってことじゃないですかね。外野手は左、こっちの多いようなけど、内野はこっちが多いけど、外野こう取るイメージあるな。でも右足前で取ると一歩増えちゃうんですよ、うん、一歩増えちゃうので左足で取って、そのまま投げる、うん、でもそれもさっきの深夜が言ったように内足と一緒で、体が前行かないように起こす、うん、起こすと強く投げれるので、バックホームとかね、はい、特にバックサードでみんなどうしてもこれじゃもう強く投げれないので、一回取ってもう、ね、スピード乗ってるから体重前にかかるけど、一回起こすのが大事、はい、起こすのが大事です、うん、で右足一回乗せてから起こして投げると、一回起こさないといけないと、ね、起こさないとダメです。まず起こして投げなきゃ、まあ、すぐセカンド近くやればもう全然いいんですけど、まあね、バックホームってもう6、70メートルあるので、これじゃ絶対投げれない、うん、絶対起こして投げるのが大事ですかね。あとやっぱり取るときは、はい、やらかしたらな、ランニングホームになっちゃうからな、やらかしたらやってしまうので、まあ、それも全部内野手と一緒で、うん、いいバウンドで取らなきゃいけないんで、ショートバウンドが一番楽は楽です、うん、そこに目指して合わせていくと、うん、よくそれも全力でいってバッて取って足が合わなくて投げれないっていう人いるんですけど、うん、それも取る前にやっぱりゆっくりして、取る時に早く、そこまで速く走ってきて取る直前でちょっと緩めて取って体を起こして投げる。勢いいったまんまだとタイミングが取れないので、うん、それは内足と一緒で合わせて投げる。だから結局要はこう向こうからボールがこう転がってきて、それで自分が突っ込んでいくから、この衝突するんで、そこで、はい、まあ、例えばイレギュラーとかしたらやっちゃうから、はい、その取る瞬間やっぱちょっとスピード落として緩めるね。それは本当内野手と一応確実に取って、はい、一緒だと思う。一連の動きに見えるけど一応確実に取ってから投げるのが大事ってこと。そうです、そういうことです。
行きっぱなしだとどうしてもこうなってしまうので一旦緩めて合わせていくと、うん、勢いも殺さずに投げれる。そうよね、はい、イチローとかでもやっぱり取ってから結構長いもんね。よっからバシャーンって感じだもんね。まあ、イチロー一回乗ってみたいに肩が強ければ取って、うん、振りかぶって投げてればいいんですけど、それよりはもっと早く確実。もうちょい早く。手は結構早いもんね。パパーンっていっちゃうもんね。そうですね、早かったですね、うん、パパーンでトントンっていうのイメージでアウト取るもんね、うん、だから、まあ、一番ランナーとしてボール例えば外手が持ってたら止まるじゃないですか、うんうんうん、だからこいつ取ってからちょっと時間かかるぞと思うと、うん、こうちゃって回すので、とにかくボンって早く離せばね、離せばこうちゃ止めるんで、うんうんうん、それは心がけてやってました。あんまり長く長い時間持たない。持たない方がいいと。はい。あと性格的なものあるよね。やっぱりこうそういうなんか一か八かやるもんね。そうですね。大体そうですね。実直じゃないからね。はい、もうたまにもうがむしゃらにやっちゃう時はありますよね。昔例えばコーチの言うことずっと待ってる外野手いるのよ。こっちこっちやって、はい、こっちですか。こっちですかって、こっちこっちってこうやってずっとここでいいですかって、はいはいって言ってこういう外出じゃないからそうですね、そうですね。だからまあバッターのタイプと打球方向とこのケースはこっち打ってくるだろうなっていう、まあ、頭の中でイメージして、そう自分が勝負かける時と勝負かけない時のめっちゃ差あるもんな。そうですね、哲也な、いけると思ったらグワー来るし、まあかんもんできへんしみたいなそれこそ秋山監督もそんな感じだったよな。秋山さんもボール追っかけるときと追っかけんときあるとか、だそういう意味で言うとメリハリがあって、哲也の場合はそんなにボールを取ってからステップ踏んでからこう踏み出す足もそんなに広げずに投げ早いじゃん、うん、トトン。僕はもう早く離そうっていうことの方が先に結構だから強くて、イチローとか新庄とかにしても結構このストレート長いんですよ、うん、でその分後ろもテイクバックも大きい、全部小さく、ステップも小さくだから早い。飯田さんと吉野部ぐらいですよね。それできる。吉野部も早かったな。吉野部もこうだと。吉野部も早かった。だからどっちがいいかですよね。早く離して、まあ、うん、行くのがいいのか、さっきみたいにじっくり行って強い球投げるのか、とランナー心理としてら早く離した方がやっぱ止まっちゃうと思うんですよね、うん、ここの時間がないと、あるとよし行ってやろうっていう気になるので、早く離そうっていう方が僕は先に考えてやってましたね。まあ哲也のいいところはコントロールも良かったから、どうしてそう上には投げないとか、スローですか、うん、スローで言うとスローは基本的にはなんて言えばいいですかね、僕がセンターだったのでマウンドの向こうっていうイメージだったんですよ、うん、マウンドの手前だとマウンドに弾かれてどっか違うとこ行ってしまうので、マウンドの向こうでワンバウンドさせるっていうイメージですかね、うん、コントロール良かったもんね。センター一番難しいもんね、バックホームっていう意味で言うとマウンドがあるから。センターそうですね、距離もありますし、うん、まあ、よくやりがちなのはマウンド当たって高く行ってしまったり、うん、逆に逸れてしまったり、だ僕どっちかというとシュート回転してたのでちょっと一塁側の方に投げてちょうどよかったみたいな感じですかね、うん、まあまあコントロールが一番と、やっぱりだからホームベースの前でワンバウンドするっていうイメージでは投げてました、うん、はい、まあ、あとはもうキャッチャーの責任だと多少ハーフバウンドになってもあとフルさんお願いしますっていう感じで投げてましたけどねまあそうよね、まあそれはそうだよね、はい、マウンドに当たったらもうアウト取れないもんどっちにしてもね。もう一番最初に言ったようにランナーをホームに回せないです、コーチャーが止めるようなことを常に考えてやってました、うん、刺すというよりはそれはもうポジショニングとあとはボールへのチャージだよね。そうですね、うん、チャージとにかく早くするだからで早く離す、ランナー心理として早くボールに取っていればどんな格好を悪くても止まるんですよ、うんうん、でボールまで遅いとやっぱりランナーも走るん でいくら強い球投げても間に合わないので、とにかくボールまで早く行くっていうのをやってましたね、うん、はい、
なんか誰かを見てさ、この外野手うまいなとか、今日本の選手でなんか誰この選手真似したらいいんじゃないみたいなのいる？そうですね、まあ、ちょっと前でした秋山選手、うん、あ西武の西武の秋山君はうまかったですね。今メジャー行った秋山翔吾、はい、球際も強いですし、うん、スローイングも安定してますし、いや秋山はうまいなと僕は思いました。はい、今で言うと、まあ僕が教えてた正子が今ソフトバンクにいるんですけど、うん、今最近出だしたんですけど、うん、正子っていうのはうまいと思います。はい、彼肩も強いしバッティングもパンチ力あるしっていうイメージよね。いいよね。やっと目が出てきたかなっていう期待してます。そうなんだ、はい、楽しみやね。ちょっとあんまり見る気がなかったけど、はい、グローブは外野手にした僕のはちっちゃいです。それはこう動きやすさ、まあでっかくしても2センチ3センチじゃないですか。だから動く機能を重視して結局取るのはここなので、まあよく、まあよく引っかかってくれればいいと思いますけど、まあ2センチぐらいですよ。なのでそれだったらちっちゃい。ここら辺のブラブラ感とかはあんまり、僕はカチッとしたタイプの方が好きなので、これ現役時代使ってましたけど、こんなペラペラじゃないんで硬い方が僕は好きでした。飯田さん指どうやって打ってますか？指は小指2本。そうですよね、小指2本、はい、外野手よ、外野、ね、そっちの方が多いよね。外野手は、ね、はい、小島さんと比べてどうですか、外野守ってた時の。でも僕も外野こんな感じです。で同じようにこの外野の時は2本です。なんで2本ですか？これね、まあ、スポット入るんですよね。なんて言えばいいですかね。指が邪魔なんでしょ。ここ指が邪魔で、ここにあの指のない状態の方がスポンとこう入るんですよ。内野手とかでもよく指出すなって言うけど、これもう浮くんですよ、ね、うん、中に入れてるだけよね。絶対指出した方がいいんですよ、うん、ここね、その小学校3年生4年生は別ですけど、もう5年6年ぐらいになってきたら指出した方が収まりがいいんですよ。ボールは、うん、ない方がいいんだよね。そうなんです、指がない方がいい。でもこうはしないの、こっち日本。あ、内野手はそれはやりにくい、さすが、ね、に引っかかりやすくなります。それは僕もサードの時時々やってました。サードの時だけ、サードの時だけこうやって、もうどちらかというとこういう取り方だから、ーサードって多いのが。僕らも指痛いからこっち入れたかったもんな。これでいいんちゃうかと思ったけどな。僕はとにかく親指を芯を固くでここが広がる、もうそこだけです。親指はもうここ固く、もうこう使いたいんで。あ、だから僕の場合はその親指が中で動かないように、遊ばないように、当時の今のグローブはもうみんななってると思うんですけど、この指が中で遊ぶと嫌なので、ここに一つこれをこの引っ張るんですね、ここを入れてもらって、うん、ここを押さえ込んだら親指が中で遊ばない、うん、だ今三輪さん言われたようにこの親指がしっかり効いた状態がキープできるんですよ。それグローブって基本的に変わらないの、もう一番最初ぐらいからあんまり。内野手ですか？うん、内野手は変わらないというのは自分が形ですか、うん、僕あんま変わらなかったですね。多少でもあんまり変わらない。で僕の場合は、まあ、こう深く取りたい時とあるじゃないですか、うんうん、あと浅くこうやりたい時っていうのは使い方がやっぱりこういう使い方、両方の使い方をやっぱりしなきゃいけなかったね、うんうん、入館の時はそういう感じがあったので、うんうん、全部が全部深く取ってしまうとやっぱりここでこうなってしまうんで、うん、そういう風な使い方を。内野手は多少こっちに出る人いるよね、いないと、はい、まあ、難しいやっぱりね、はい、俺らはこういう今妻島さんが言ったみたいに、何て言うんだろう、自分になってきて、そういう使い方は考えてない。だから、うん、僕は考え、ゴロはここで取って、当然、そう、イージーは。で、強い打球とか、ライナーとか、送球はこっち側で取るんですけど、ここが深くならないように作ってました。ボンってこうやって手が引っかかるような、にならないように、全体的にのべっとしたように。ボールが取りにくい感じですか？いや、入っちゃうからです。入ったら、すぐ握り替えができない。掴みづらいっていうか、取り出しづらいというか。だからその飛ばしのさんの場合はこっち側にも入るから、多分その浅い時にはこっち側使ってとかっていうのはやられた。僕はもう全体的にそういうふうにならないように、こう深くならないようにして。グローブってどれぐらいで変えるの？
買う、いや買え、買えると 何年も持つもん。いやレギュラーでずっと出てって僕はもう絶対5年は使ってました。1回。あそう、はい、それは使えるもんなの。違う、いろいろなモデル、新しいモデル出たから使ってくださいってくれても戻るですよ、ね、試合で使えないですよ。怖いんですよ。何年後だろう使えるの。心理的に怖いです。あとは古さんの送球が痛いから、僕もこれ人差し指血行障害になってるんで、もう冷たくなっちゃってんで、これ本当ですよマジで。だからここにクッションとか当てたり、みんなねいろいろ、これも貼り付けた跡がここにあるんですけど、いろいろやってましたよ。キャッピッチャーの牽制も痛いし、福岡さんのゲッツーは早かったよね。早かったです早かったです早かった、ね、あれは完全にあのノックの時に福岡さんわざとやってたよな。そうですそうです、もうちょっと見せてるみたいな感じですね。撮ってないよね。今じゃ浅村がやってますよ。あ、やってんの。浅村も早い、早くやってますよ。よくこんなねトスとかね、こんな。ちなみに中継ってうまい下手ありますか。あ、中継プレー僕一つちょっと言いたいのが、どうぞどうぞどうぞ、ちょっとボールいいですか。みんな内野手って勘違いしてるのは、取ったらこうやって早く投げないといけないと思ってるんですよ。まあ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 ね。でも中継プレーっていつもより長い距離投げるわけじゃないですか、うん、その時は絶対大きく投げなダメなんですよ。なるほど。それをみんなこうやってピュッて投げるから、最後はピョンポ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 ンみたいな。まあ、中継地点にもよるよな。だからショートが中継するときでちょっとこうレフト寄りっていうかセンター寄り。そうですね。だからあるから、うん、左中間、まあ僕らとか左中間バンって抜けたら、うん、僕はもういつも回せ回せって思ってたんですよ、うん、で取った時にみんなホームってことでバックホームね、バックホーム一塁から、まあ、サードもそうなんですけど、うん、これをこのままパンって投げる子が今はプロでも多いです。だから最後のボールが弱いんですよ。垂れてくるわけね。だ遠い距離投げるんですから、絶対に大きく投げないとダメなんですよ。そこはみんな間違いないね。アマチュアも遠い距離の時はある程度大きく投げないと、強く正しいボールを投げてほしい。なるほど、ね。はい、まあショートはそうだよ ね、 やっぱね。そうですね、セカンドショートはそうですね、うん、やっぱりたまにこう引いてきた時はまあ早く投げないといけない。そうです、自分が投げれる距離であればいいんですけど、あ、遠いなって思った時はやっぱ大きく投げないといいボールいかないんで。確かに、そうそうだね、はい。